しい生活スタイルや価値観、考え方が次々と生まれている中、人種、性別、国境、これまでのボーダーを越え、苦境を乗り越えて、世界の人々は今、色とりどりに輝いています。2022年春夏のトレンドテーマは、ヒューズ、彩り。多彩な彩りと新たなパワーに満ちた世界の無限の広がりを表していきます。このキーワードの中には、新しい世界に向かってのポジティブなエネルギーと、自然の力を味方に自分らしく生きる、そんな二つのベクトルを打ち出しました。多彩な彩りと無限の広がり、未来へと進む力を表すエナジー、自然や自分の内面に目を向ける力を表すリラックス。この二つのベクトルから明日を生きる私たちのための美を指先に宿します。2022年春夏のネイルトレンド、ヒューズ彩り。このテーマを JNA 認定プロダクツのトップネイリストたちがブランドの強みを生かしたデザインを創造。サロンワークの見本として広く配信をしていきます。エナジー、新しい世界が始まるポジティブなエネルギーをジャンプとアバターという切り口で作品化しています。ジャンプ、常識や固定観念を軽々と飛び越えて進化するポジティブな躍動。アバター、仮想空間でしなやかに遊び、未来への可能性を広げる分身。リラックス、自然の力を味方に自分らしく生きるということをフルーティーとウッディという切り口で作品化しています。フルーティー、フルーツのみずみずしいフレッシュさや透過光に映える鮮やかさ。ウッディー、木の温かみや包容力、森の中で深呼吸するような和みと癒し。2022年春夏のネイルトレンド、ヒューズ彩り。ぜひこのテーマを日々のサロンワークにご活用ください。ネイルトレンドプロジェクト長、木下美穂です。東京から世界へ、JNA がネイルトレンドを発信。 JNA では年2回、最新のネイルトレンドを発信しています。 JNA メンバーに各界で活躍する有識者を迎えて構成された JNA トレンドプロジェクトチームが世界的なファッションの潮流を捉え、最新のネイルトレンドのテーマを設定。JNA トレンドデザインチームがテーマに基づきトレンド作品を創造しています。そのテーマと作品を協会イベントでのステージショー、プレスリリース、協会開放誌、ホームページや SNS などメディアを通じて社会に提案するとともに、東京発のネイルを世界へ広くアピールしていきます。